皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、まあ、ずっと俺のターンというわけで、自分だけ好き放題好き勝手やる固定です。勝つか負けるかみたいなところもある。やっていきましょう。バイバフォックス。しかも今回デッキ設定が終わってます。アーチャー魔法を妖怪ウォッチだけ枠外で引く可能性があるんですけど、それ以外は確定ワイバになります。はい、行きましょうか。フォックスの変化先確定ワイバです。アーチャー魔法妖怪ウォッチだけ補欠枠が足りなくて、3枠、枠外で出てきます。ただシャッフル回します。それはワイバだ、確定のワイバホックス。もう全部ワイバホックス。まあ超低確率で剣士に化けることあるんだけど、基本はない。というわけでいきましょう。コストが余るぐらいだったらね。今回ね、本来普段はやらない戦い方、流します。やたら流します。やたら流しまくります。やたら流しまくり流しまくり流しまくります。はい、皆さん、やたらです。やたらゲーミングです。今回はどうするのかな。相手はこの状況きついよ。さあ、強化されたワイバーンの空の攻撃、ワイバーンホックス変化して、さあこのね、フォックス変化ワイバーンなんでやられちゃうけど、またじゃあ出しちゃう。ダメージダメージで、このフォックスがまた変化をすれば上に飛び上がるんですね。さあ、ワイバーフォックス、ワイバーフォックス、ワイバーフォックス、あれっつか、オーマイガー、とんでもないことになっているぜ。ありがとうございました。とんでもないことになっているぜ。はい、それではね、続いていきましょうか。ちょっとワイバーフォックス初戦からとんでもないことになったけど、気持ちよすぎだろ。で、あの対空今回引かれてなかったからうまくいったけど、これ対空引かれてるとき相手の対空次第では詰むんですよ。なんでって、この2枠が死んじゃうからだね。もう確定でこれにしか変化しないから、基本的に2枠が死んでしまう可能性があると。ワイワイバーホックスのホックス虹バッチで8対ワイバー、いくぞ。しかも死んだぶっぱもできちゃうと。まずアーチャーが絶対に無理、本当に無理で、エルフ UFO も無理。なんでかっていうと、エルフでワイバー狩られるのもそうなんだけど、あの1番は UFO が無理で、あとは、空中型迎撃が無理。空中型迎撃蹴られちゃうとやられちゃうね。お前の掴んじゃおうか。ただ足早いからな、すぐスキル打ってくないと掴めないぞ。掴んでいく、掴んでいくんですね。掴んでほしいのそっちじゃなかったけどね。まあいいや。ビーム、なんで当たらん。チビクロール、まずいキャラおる、すごくまずいキャラいる。どうしよう。お願い、救って、キメラさん。風船が入るな、しょうがない。そういうもん。キメラさん、お願い、救って。フェアリー無理だから、お願い、キメラさん、救って。いろいろ無理だ、これ。すべてのラインが無理だぞ。どうする？まず、こいつを、ユースケ。こいつをまず倒すじゃん。で、倒して、そいつ倒して、次々とワイバーンを流して、この風船がやられた後だね。問題は俺に可能性があるのはこの風船がやられた後、この風船が壊れた後に活躍するかもしれない。ただ待って、それはそれはやばい。中雲強すぎ問題発令してる。中雲が強すぎる、中雲が強すぎる。剣士倒すの早っ。はい、というわけでね、これは無理だったね。チビクロでカウンターされましたというわけで、ここをなんとか守って耐えましょう。中雲強すぎん。剣士じゃ絶対勝てないな。あれ、俺剣士バカ切ったけどさ、3体の中雲に瞬殺された。まあこんな感じでカウンターが決まんないとカウンターされる、ワイバーが決まんないとカウンターされる。
決まれば勝てるみたいなピーキーな固定だね。はい、それでは続いていきましょうか。ちょっとね、やり方を少し変える。ワイバホックス7体以上のワイバーンが出てくることが確定してる。ほぼってなるならば、もっと最初から流すわ。本来ワイバーンってもう序盤からバカバカ流すキャラではない。なんでって対空引かれてた時にカウンターを受けるから。本当はそれ良くない使い方なんだけど、ちょっとね今回はね振り絞るわ。こうしちゃう。で、まあ、ここね大砲一緒に撃たれたらもったいないから、ここはまだやんない。おい、ぶっぱミラーかよ。そんな感じなの。ウルゲッタとじゃないか。俺も今回ぶっぱにはね自信あるよ。フォアから切ってパーン。さあ豆の爆発あんまり痛くないよ。そんななしでいいのそれ。パーン。オーバードラ。はい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 。まあこう倒されちゃったけどいいでしょ。だってこれワイバル倒せばいいんでしょ。俺ワンパンなの？それは知らない。それは聞いてません。ワンパンなんですね君。じゃあ流しまーす。流したい流したい。流させてよ。強すぎだよお前。待て取られる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 。ね、殴れないんだけど強すぎてこいつ。ですね、化け物なんだけど。流します。対空引かれてやがる。取られちゃった。掴んでお願い。金木マジで無理だからお願い。無理だって言ったじゃん。無理だって言ったよね俺。お願いワイバン救って。そのポセイドンなんとかしてお前の力で。いける？ほいほい。剣士の置き方をうまくすると剣士の数最初負けていても何度かなる可能性がある。それが素人ドラゴン。ポスト負けをしていてもそれが何度かなる可能性がある。それが素人ドラゴン。素人ドラゴン。わしづかんでどかしてダメージが入っていく。これがワイバーン。かなり危なかったけどな。対空光りまくって金木もね掴めないと無理だし、まあ掴めたけどね。1体目はねウィッチも引かれて。いやこれポセイドンワイバーンでキメラを倒したのが全てだわ。超頑張ってくれた。マジでありがとう。さあラスト行こう。いや鳥でね真ん中一直線がいいんだよね。真ん中一直線になれば開幕から上下に2体流せるんだけど、あの上下に鳥で追っちゃうとついでに狩られちゃうから流しづらいんだよな。なんかえぐい固定えぐい手札来ないかな。いやー面白そう。普段弱え。これでいくか。ちびくろが刺さればいいけどね。これどういこうかな。いやもう上下流すわ。こだわりを捨てろ。普通に戦うな。そもそも普通の固定ではない。いくぜ。剣士1だけ置く？いや、いらないな。ここで剣士を置くのよくない。開幕は打ってこない。OKOK。で、流れるワイバが。はい、わしづかみの対応ちょっと避けて。剣士倒して。惜しいね。さあ、ワイバのダメージいいよ。いいんじゃない？さあ、実はホックスでした。さくらちゃん2本切ってくれた。でかー。マジいいのそれ。これ狛犬いこうか。狛犬頑張ってほしいけどねここね。うん、ここはワイバだね。さすがにホマを掴んでくれれば OK。 完璧流れば。ちなみにワイバ火力高いからそれ倒しても死ぬぞ多分トーマン。そうだよね。
さあ、これイカ守りで使う。あえて守りで使う守りイカ。これもね、あえてなんですよ。実を言うと。で、ここで決め顔、あえて使うんですよ。で、ワイバ流すじゃん。ワイバ流すやん。倒して、で、決めが前に来る。うわぁ、変化が終わってる。クソ変化すぎる。やめろ、そういうことすんな。ブラドだるいね。たまたま引かれたブラドが刺さっている。でも、ワイバ出して、からの、上のワイバ任せるじゃん、まず。おっと、掴んだ。ちびくろ、ちびくろ、狛犬？で、狛犬？あと、あいつ1体かな？トーマンは。さあ、ワイバのホックス変化して、取って、はい、ワイバが、ホックスが変化解除して、歩けばまた変化するんだけど、先に城が落ちると。とんでもねえ固定だな、これ。グロいな。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。強化されたワイバーンと、そしてホックスですね。ホックスは強化されたわけじゃないけど。はい。ワイバーホックスでこっちだけもう好きなことやりまくるみたいな。まあ一試合ね、負けちゃったけど、そう。まあワイバーホックスっていうね、もう自分が好き勝手やって勝つか負けるかみたいな。対空引かれなきゃ勝つ、引かれたら負けるみたいな。もう投票しなきゃいけないね。リーグの時にこれワイバーホックスなんかやっちゃうと、アーチャー引かれて全滅して、もう強ピンマイナス50だから。強ピン持ってない時やったらね、好き放題やっていいと思うけど、持ってる時にやるにはリスクが高すぎるんで、こういうね、遊べる時にやっていく。そんな固定でございますと。格上キラーにもなるね。対空引かれないだけで勝てるから。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。